はね、これなんだっけ、衛星なんかで使ってるの知ってます？空飛んでる衛星なんか、あれ熱持たないんですよこれ。そうだからこれ園児の熱がねここに入ってこないの、この金カバーみたいな感じなんですか。テリー土屋の車の話出張坂戸店のコーナーです。ということで私江崎亮とちょっと珍しいカップリングでとしさん来ていただきました。はい、よろしくお願いします。でこれとしさんの車ですよね。そうです。今回はじゃあ内外装チェックっていうことで、いろいろねポイントとかいろいろ言ってもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず外装。すごい外装違うとこどこもないんですけどもうあれですか、言うところがないみたいな言うところ、ただこれはねカーボンなんですよね。これはついこの間の北海道から入って、ラリー北海道から入れてカーボンになって、ノーマルよりも3キロぐらい軽くなって、でも結構他のところも軽くしたりしてますよね。そう何しろね軽量化をすごくメインに置いてるので、で屋根もこれカーボンなんですよね。そうでガラスが横のガラスは全部アクリルになってるので、でフロントガラスだけでガラスで、あとは全部アクリル。ドアとかは？ドアはこれ中を全部抜いてあって、その中に衝撃吸収フォームというのが全部入ってるんですよ、この中に。だからこの中に全部でかい厚いプラスチックじゃなくて発泡スチロールみたいなのが全部入ってるんですけど、だから結構ドアは重たいんですよ。重ためで。そうなんですよね。マフラーが真ん中から出てるというのが。これどこのなんですか、マフラーは。これはね、スバルさんの純正をやってる坂本工業さんのところに作ってもらって、特注ですか、これは。特注でワンオフで作ってもらって、これのために。そうそう、これのためにね。でこのトランクもカーボンでできてます。カーボンで。はい。でっかいウィングですね。これもカーボンで。これもカーボンですね。これも結構軽くて、ダウンフォースが出るような形になってますね。はい。車いつから使ってるんでしたっけ？作ったのが去年の5月頃出来上がってて。はいはい。でその後ちょっといろいろあって出たのがラリー北海道からなんですよね。ああ、ちょうど1年ぐらいですよね。この間ラリー北海道あったので、ちょうど1年ぐらいですね。丸1年で、これは高かったぞみたいな。側で？側で。エンジンとかそうですけどね。側は結構そこら中高いのは高いんですけどね。高い。そう。だけどまあ軽量化がメインなので、その物を変えちゃいけないところはなるべく中を削ってあげて。そこにだからそのレギュレーションに合わせてそうですね、変えちゃいけないところはそのままにして、ね、あと変えていいところはだからカーボンにしてなるべく軽くしてですね。はい。キャラクターがこれなんかあっちにも貼ってありましたよね。そう稲塚工業さんっていうスバルのラインをいろいろここに設計したりとか作ってくれるところがあるんですよ。はいはい、そこのキャラクターで稲ちゃんって言って、右手でね稲穂持ってるんですよね。え、そうなんだ。そうそうそう。可愛いでしょこれ。可愛い。稲塚工業なんで IK なんです、ね。これじゃ中見てもいいんですか？中見てもいいし、中なんか全然ノーマルですから。あ、そんないじってはいないんですか？エンジンはね全然何もしてないんですよ。そう、全然エンジンはノーマルなんですよ。だからこの間、ラリー北海道前のエンジン壊れちゃったんですけど、量産のエンジンから抜いてもらって、ですぐ持ってきてもらって付け替えてるんですよね。違うのはここにエアコンのコンプレッサーがないぐらいかな。あと全くノーマルなんですよこれ。インタークーラーもノーマルでプラスチックだしね。確かに他のねスバル車と変わらずで。そうです。この色はなんでこんなゴールドなんですか？これはね、これなんだっけ、衛星なんかで使ってるの知ってます？空飛んでる衛星なんか、あれ熱持たないんですよこれ。そうだからこれ園児の熱がねここに入ってこないの、この金カバーみたいな感じなんですか？遮熱？そう遮熱。そうそうそう。じゃあ次は内装チェックということで、内装もこだわりは多いですか？内装はそうですね。まあ余分なものが何もないので、本当にだからそのハーネスなんかもこれ量産のハーネスに追加でそのミッションが普通の6足が入ってるので、ダッシュボードもノーマルの形状のまんまそのままそれを使ってるので、ほとんどノーマルなんですよね。だからシフトとかその辺がねシーケンシャルっていってここに立て横じゃなくて立て立て前みたいな上下の前後のしか動かないやつで、横に立ってるのがサイドブレーキなので。トシさんが運転しやすいなんか工夫してるとことかあるんですか？私はね左ハンドルの方が乗りやすいので、去年の途中まで右だったんですよこれ。ラリー北海道の前全部変えたんですか？そう左にパッて変えてもらって。そんな簡単に変えられるもんなんですか？まあまあメーカーがやってる方だから結構簡単には変えられるんですよ。私はシートがやっぱりレガルじゃないと腰が痛くなったりするので、だからこのシートの方が合ってて、あとね、後ろのお、なんかありますか、ポイントが。後ろにね、これがあれがないんですよ。スペアタイヤ入れるところがないんですよね。普段だってラリーカーって入れるじゃないですか。入れるんだけど、それを本当だ。で、安全タンクがついてるので、安全タンクの中に、安全タンクの中に、安全タンクの上にスペアタイヤを1本積んであげて、あの感じであのまま積む。で、ここに積むべきところを塞いじゃって、なのでマフラーが先端出しになるんですよね。そうそうそう。じゃあもうここは常に空でラリーするときは、そうですね。ここは空いてるんですね。ここ空いてますね。はい。珍しいですね。これは確かに。これはね、珍しい。うん。ということで、外装と内装のチェックしていろいろポイントを教えてもらったんですけど、まあ私前もちょっと1回群彩乗せていただいてこうラリーで走るって話したじゃないですか。で、あの後、まあ去年1回ラリチャレ走って、で今回2戦群馬県選ラリーをね2戦出てきたので、結局出てきましたよ。あの後、指導いただいた後2本走りました。まあ1回目はちょっとガードレールコツンやっちゃったんですけど、コツンぐらいするだろう。済みました。大丈夫です。すぐ直していただいて、一応完走はできまして、でこの間のフェレステージ、ナイトラリー、初めての夜中のラリーだったんですけど、無事に6本 SS 走り切りました。ありがとうございます。来年も頑張ってドライバー引き続きやろうと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。また指導もお願いしますね。わかりました。ということで内外装をチェックしたんですけど、実際走りましょうよこれ。そう、今からね、土屋さんを横乗せて私走ります。あ、横、土屋さんが横乗るんだ。土屋さん横乗る。じゃあ楽しんできてください。はい、ということでとしさんの車の内外装チェックでした。はい、ありがとうございました。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。じゃあ一周今から群馬行ってきます。はい、ちょっと土屋師匠乗せて何を言ってんのよ。温めないと。もう今ターンマップより完全になってないので、ヒロキのみたいにこれハンドキスの時にこれ車がパッと入っていかないと落ちますもんね。そうだよね。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、チューニングもやってるじゃないですか、うちら。そうですね。車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、あとはね、テリー氏の車の話というね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験、皆さんありますので、ぜひね、ふるってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、はい、板金塗装でおなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。